つまみくん藤川くんの独占 J リーグエクスプレス、しっかりやれよ。喜んで喜びるぞ。こんばんは、つまみです。ゲロゲロ藤川です。こんばんは、ギセンボーソー、ね。まずですね、お二人来てるんですが、はいはい、北海道良いつるんですね。天然の札幌は良いとしたというのをいただきましたが、津波さん、藤川さんは普段明るい性格の人間ですが、明るい性格という人が何のもありだね。ないみたいに言ったな。サッカー以外で真面目に真剣になるのはどのような時でしょうか。こういうですね、お二人サッカー以外で真面目になる。こう以外で真面目になるといいですか。そんな考えるようなことでした。いや、ないな。そう以外で真面目に考える時ですか。じゃあちょっと時間を置いて詳しくのと、この答えからいきましょう。はいはい。ファッシングステージとファッシングツアー独占 J リーグエクスプレス。何気ない質問の中に、こんな質問、ツンとついたようなこの質問だったわけですね、これね。俺は何かありました？サッカー以外で真面目に考えたんですけど、いや、そんないつもチャラチャラしてるわけじゃないですよって言おうと思ったんだけど、大体チャラチャラしてるんだよね。いつも明るくおちゃらけてるから。そうそう。今村さんがね、そうそうそう。子供の話とか。家でね、例えば子供の話とか奥様とするときとかっていうのは、大抵ほら、普通の家庭は真面目になりますでしょ。なんないんですよね、僕ね。おちゃらけちゃってね、真面目に聞いてよって怒られて。怒るでしょ。怒る。だから、なんかもう個人面談やって、うちの子も、お調子者だから、散々なんか、神様が残されて、説教されたらしいんですよ。それ一生懸命俺に言うんだけど、いいじゃねえか、俺も昔はそうだ。いまだにそうだって。残念ながら、言ってね。はぁ、藤川さんもないですか。私、ないです。今、ね、考えたら2つありました。はい。あのですね、トイレ入って髪がないと。真面目に考えるよね、マジで。そうだな。だってトイレ入って髪なかったら真面目に考えたらどうしようか。どうする、どうする。そういう。ズボン下げたまま隣のトイレ行って、この間出る日に。子供の頃にそういう経験があるんですよ。あるでしょ、絶対。一回はありますよね。あります。どうします。僕も、デパートのトイレだったんですけど、いや、ないんですよ。それで、物音がしないなと思った瞬間に、こう、半開きにして、パンツ半上げって言うんですか。じゃあ、そこでなかったら入んないように。そこでなかったら。いや、ハンカチも何も持ってなかった。どうしましょう、これ。手で拭くんですかね。僕の友達で、トイレットペーパーの芯で拭いたってやついましたけどもね。ああ、CM ね。拭けないことはないよね。拭けないことはないって言うんで。藤川さん、そういう経験は。僕ね、一回ね、名刺で拭いたことあった。人の名刺で。人の名刺っていうかね、なんかそういう紙で拭いた記憶がある。なんかこの間テレビでね、高校生に、その手で拭くか、その状況になった時、手で拭くか、一万円札でどっちで拭くかっていうのをやってましたけどね。はぁ。手で拭くか、一万円札。どっちで一万円札で買ったんじゃなかったかね。一万円札で拭いちゃうんです。例えば、持ってる紙は、紙が一万円札。紙じゃない、紙。紙持ってるって。ポケットには緑紙ぐらいしか入らないですけど。あなた違う紙持ってんじゃないの。本当に。あれも持ってる。みんな持ってるけど。ね。1万円札か手しかないという状況なんですね。藤川さんとどうします？1万円札か手ですか？どっちも手。俺手。手？俺も手。手ですよ。手は洗えばいいんだもん。そうそうそう。だって、じゃあ手で拭いて、一回バーって流して、またそこで綺麗に手を洗って、で、もう一回、そんな1万円で拭くなんて、そんなもん。1万円札。1万円で拭いて、そんで払う。ついたやつだよ。大体お金をそんな粗末に扱えないっていうふうに僕らもね、俺もそうですよ。そういう意識あるじゃないですか。ですから拭いて、その1万円札洗って乾かしてもう一度使うか。札にサインしてくれってやつ俺絶対断るもん。そうしてくるんですよ。あ、そうなんですか。悪魔がないから札にサインしてくれって僕はできない。もう言われただけは。またリンチなやつですね。まあ話下りましたね。クリスマスもね、本当にいい質問でしたね。トイレに入って髪がなかった時どうしますかっていう質問。膨らんだ。いや、俺すごい嬉しいもん。そんなの俺言うですかね。そんなことじゃねえんだから。真面目になる時はいつだという。真面目になる時はいつかと。ギルゲード。いう質問でトイレに入った時髪がなかったというね。はい。藤川さんでございました。はい。はい。続いてのお便りはですね、山形県県からいただきました、はい、これはペンネームないんで本名を読みましょう。伊藤陽子さん17歳、はいはい、試合前、全員スタメンで集合写真を撮るときに、前列は、中腰で後列が腕を組んでいるわけですが、はい、このポーズは決まっているんですか。あれはね、南米の、ね、南米ブラジルサッカースタイルっていうのです。そうそうそう。はぁはぁはぁ。ヨーロッパとかではですね、前列が思いっきりしゃがんじゃうんです。膝、全部曲げて。うん、そう。なるほど。ブラジルのやつはですね、中腰になってね、こう腕を組む。腕を、肩を組む。肩を組む。それで横にマスコットボーイを。いますね、子供さんがね。その目線と一緒にするというのは、これはなかなか。ブラジル式。なるほど。そうです。それがブラジル式なんです。はぁはぁはぁ。日本ではしゃがんじゃいますでしょ。そうですね。思いっきりかかって。ねぇ。昔ヤンキーのやつなんかうんこ座りしちゃいますからね。そうね。大体それで場所もある程度
ベルディだったらカズさんは大体決まってますよね。こだわりますよね。こだわりますよね。大体キーパーはほら、後ろの端っこですからね。どっちか。そしてあのなんかこう、キーパーグローブで胸のあたりで交差してやってる方もいるんですよね。手袋をこう、のマークを見せるような感じで、ね。なんかメーカーを見せるような感じでね。あれでも私嫌ですよね、なんかね。藤川さんは？僕はやんないですよ。やんないですか？やんないです、僕は。ああ、で、じゃあ結構あの並び方もヨーロッパスタイル、南米スタイルっていうのもあるんですね。サッカーの戦術だけじゃなくて。お尻上げちゃってね。あれでも長い時間やってると中腰の前列の人はかわいそうですね。疲れますもんね。疲れますよね。うちの場合はあの柱谷の号令でね、もうすぐ並んでから5秒、4、3、2、1、動かしちゃうんですよ。あれを結構あのカメラマンの方にはちょっと不評だったりするんですけど、まあ、僕らとして早くね、そうですよね、集中したいんでちょっと勘弁していただきたい。あ、そのためになんか掛け声かけてるなってのあるけども、もう早くやってフィールドに散ろうと、いうことなんですか。なるほど。今日はいい質問ばっかりだったんですね、皆さんに。そうなんですよ、川崎さん。いつまいのお便りからいろんな話題が膨らみます。膨らむもんなんですよ、ですから人それぞれトイレに入って髪がなかった時というのはいろんな悩み方してるわけですね。そうそう、一つあの私はこんな吹き方でやった経験があるという方はですね、お便りいただきたいと思います。はい、もちろんサッカーの話題でも結構です。サッカーの質問でも結構です。戦術の質問でも結構です。来週はサッカーネタですよ。来週サッカーネタ、どのハガキらしい。皆さんからのお便りお待ちしております。この番組はですね、郵便番号100-87、日本放送津波くん、藤川くん、諸岡くんの独占 J リーグエクスプレスです。何でも答えてやりますんで、一つもいろんな話を総合してお待ちしたいと思います。はい、それじゃあ今日はこの辺で失礼いたします。